U.S. Department of Defense Central Security サービス国や地域資源と工作センターとは、アジア地域全体の資源と工作を統括し、通信防止や暗号解読を行うアメリカ国家安全保障局の地下軍事施設である。略称は、クラサックで、国やトンネルや地域資源と工作センター国やと呼ばれることもある。ハワイオアフ島のキャンプ国やトウィーラー陸軍飛行場の 間にあり、施設は厳重に警備されている。第日本帝国海軍攻撃隊の侵入系路図、ウィーラー飛行場は、真珠湾の北側に位置する飛行場である。1941年12月7日、真珠湾攻撃に向かう日本の第一次攻撃隊は、オアフ島の北側から侵入し、一部は通り道のウィーラー飛行場を爆撃した。 真珠湾攻撃の最初の戦場で米軍が決死の反撃を試みたウィーラー飛行場の施設は今でも残っており1987年にアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。ウィーラー飛行場に隣接する国や地域資源と工作センターは1944年に完成した3階建ての建物で真珠湾攻撃の教訓から爆撃に備えて土を かぶせてある。建物の内部は隣接する、ウィーラー飛行場の飛行機組み立て工場になっていて、25万平方フィートの開放各室が設けられている。戦時中から、様々な用途の作業スペースとして使われており、戦後は、アメリカ太平洋軍の司令部やその情報部である、太平洋統合情報センターが入居し、真珠湾の手狭なオフィスを保管したという。 地区70年の古い建物だが、3度の大改修を行って、生物、化学、放射線防御対策を実施してあり、現在も暗号や、情報活動のために情報部が使用している。2013年5月、この施設で働いていたエドワード・スノーデンが、機密文書をメモリースティックに入れて持ち出して、マスコミに渡し、NSA の大衆監視プログラムの存在を暴露した。 この中にはトップシークレットのプリズム監視プログラムもあった。NSA の本部はメリーランド州のフォートミード陸軍基地にあるが、この他に3つの地域市銀と工作センターがあり、アジア地域を担当するのはクニアサックだと言われている。この他の工作センターはテキサス州のラックランド空軍基地のメディアナーネックスにあるメティナサックとジョージア州のフォートゴードン陸軍基地にある。 ポートゴードンサックであり、前者はカリブ、中南米地域、後者は欧州、中東地域を担当していると言われる。ウクサ協定国は全世界に多くの通信防止基地を持ち、協定国を結ぶコンピューターネットワーク、エシュロンでつながっている。日本のミサワ暗号業務センターや、オーストラリアやニュージーランドの防止基地、偵察衛星などで防止した情報はエシュロンを通じて、 米国内の国や地域資金と工作センターに送られて解読、分析され、ウクサ協定国の間で共有される。この他に、この施設を使用しているのは、アメリカ海軍情報局の海軍保安軍のハワイ部隊やアメリカ陸軍情報保全コマンドの第500軍事情報旅団などである。第500軍事情報旅団の司令部は、近隣のスコフィールドバラックスにあり、もともとは、 日本のキャンプザマに駐屯していた。この部隊は日本の定期観光物を収集して分析したり、無線更新の分析などを行っており、最上級順位に列せられるようなその道のスペシャリストがいる。ナオスコーフィールドバラックスには太平洋陸軍の主力戦闘部隊である第25不評子団が駐屯しており、ウィーラー飛行場には機関の航空団も駐屯していて、 陸軍の根拠地になっているようである。この施設では民間の派遣社員も働いており、エドワード・スノーデンは IT コンサルティング会社のブーズ・アレン・ハーミルトンに雇われて NSA のシステム管理を行っていたという。国や地域主銀と工作センターは移転計画が進んでいる。2007年に NSA はハワイ州に新施設を建設すると発表した。 新施設は、ハワイ地域、セキュリティオペレーションセンターと呼ばれ、25万、平方フィートの建物で、契約金額は3億1800万ドルだと、言われていた。また、建設予定地は、近隣のホイットモアビレッジにあり、海軍太平洋地域コンピューター及び、遠距離通信機関局のアンテナ施設跡地だと、言われていた。2012年に新施設がワヒアワや,わや ホイットモアビレッジの北側に完成した。新施設はミッドウェー海戦の勝利に貢献したジョセフ・ロシュ・フォールに、ちなんで、キャプテン・ジョセフ・ J ・ロシュ・フォール・ビルディングと名付けられた。予算総額は3億5800万ドルで、ヒッカム空軍基地の別館になった。また NSA は、同時期にテキサス州やジョージア州でも、新施設の建設を発表しており、2011年に、 キャンプウィリアムズ基地にユタデータセンターの建設が始まった。2012年にはジョージア暗号解読センターが完成した。ありがとうございます。